アスファルトに立ち上る陽炎に響き渡るセミの声。午後1時の松山市内です。城山公園では厳しい日差しに日陰に避難する人たちの姿が。本借りに来た。本借りに来たの。自由研究。そんなのよくねえぞ。自由研究何する？ヒアドネーション。公園に出店するキッチンカーでは、はい、もうやっぱお客様なかなか出てこなくなったんで、暑いとですね、大変です。こちらレモンのかき氷になります。もう一つ待ってください。3日連続で熱中症警戒アラートが出された愛媛県内。日中の最高気温は西条で今年最も高い 36.4 度。暑いから。これ行きたい。大洲で 35.7 度、新居浜で 35.6 度など4つの地点で猛暑日を記録。松山も午後4時47分に 34.6 度まで気温が上がりました。気になるのはこの暑さ、一体いつまで続くのか。気象庁によると、松山の最高気温は明日からは33度と一旦落ち着くものの、8日以降はかなり気温が高くなり、お盆にかけて再び厳しい暑さとなりそうだということです。